さくゆいのドン引きエピソードか。そうだね。ドン引き。ドン引きなんかあったかな。マジかよみたいなね。マジかよ。私あるよ。ドン引きされないんだっていうのある。逆に。何何？私普通にトイレ終わった後にチャック開いてることたまにあるんだけど。シーナがってこと？そうそう私がね。見てねえよそこ。それでもキモいわ。いや違う違う、2回ぐらい注意されたんだよ。ね、でも笑顔だったからさ、全然引かないんだって思った。そこなんだ。知らない。覚えてないぐらいでしょ。覚えてないぐらい。うちが注意したの。あ、そう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 。覚えてないわ。あ、もうほぼ無意識に注意してんだ。そんぐらい自然なんだよ。そんなにヤバいってこと。なるほど。普段から。全然覚えてないわ。普段から絶対。もう2回ぐらいあるんだよね。地上やん。もう言葉強。ちょっとね、ちょっとね。2回言ってもう、そんなガバーみたいな。そんなバーみたいな感じじゃないから。あ、微妙に開いてたみたいな。そうそうそう、微妙にね。あ、ちょろっとみたいな。そう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 。まあ、前回だったらね、自然だったんだよ。さすがに引いてるかもしれない。自然ってなんだよ。ファッションの一環。じゃあ主催だから質問しちゃおうかな。いいよ。あ、質問。作ゆいの、その望めるの初見の感想。おい、キュウリ食わされたって。あ、第一印象みたいなこと。そう、第一印象的な。望めるに対して。そうそうそう。やばい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 。ガチで行くんだったら、めっちゃしっかりしとるなんて。ねえ。いや、それは思うわ。出た出た。うちらのあれね、背負ってるカルマね。文章長いなって思った。あ、ね、あ、出た。出たんだろう。うちらが英雄に言われるやつ。やめてよ。気にしてるんだから。え、なんか有名なの、望めるの文章の長さみたいなのって。有名になってる。え、実はなってる、ね、実はなってるね。そうなんだ。やっぱり嫌な方向でなってるかも。嫌な方向でなってるね。そう、長文は読めないよって言われてるもんね。そう、一応私はあのリオン様にライバーは3行以上読めないから3行以内の方がいいよって言われてるね。そう、だから作ゆいの返信遅かったっしょ。え、それあ、やばい。いや、私読めなさすぎてスタンプしか押せんかったもん。なんかもう、いや、じゃ読めないけど全部いいよって。ちょっと、ちょっと本当に、ちょっと、あ、きっとこれ長かったからだよな。読めないっていう。なんも、全部読めてないけど、オッケー、もろもろ全部オッケーって言って。逆にさ、じゃあ、なんかお誘いがありましたみたいな。で、うんうん、その人が初対面ですみたいな時って、まあ、やっぱあるじゃない。はいはい。そういう時はどういう文面で来るの。いや、確かにそれ聞きたいね。なんかそういうビジネスの場じゃないけど、そういうちゃんとした場みたいな。でも連絡する時さ、何日何日にやるんですけど、あ、どうですか、どうですかしか言わないよね。そうだね。なんか企画説明あるんだったら、なんかそれはなんかめっちゃ箇条書きでって、ちょっと、だいぶまとめて書いてるかも。やっぱ読みやすさってこと大事だね。いや、丁寧すぎるんよ、絶対。そう、丁寧だよね、ほんとに。めっちゃ丁寧。嘘、丁寧すぎてわからんっていう。嘘、私たちが学んできたのって、いろんな配慮が見える。やばい、死んじゃう、死んじゃう。どういう、どっちの意味でも死んじゃう、今。やばい、やばい。私らが学んできたのって、もしかして。無駄だったってこと。これ習ってきてんだ。文章習ってきた。やばいよ。あ、じゃあもうなんかもっと軽く、やつ今日やるからみたいなのを言えばよかったんだ。そう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 、やるんで、ね、望める VS っていうのやるんですけど、作ゆいどうですかだけで全然いいもん。マジ全然いいね。わ、今度からそうしよう。そうしよう、もう今度からそうしようね。ちょっと読み上げたよ、来た文章。めっちゃ長かった